はい、では、丸ブル話ということで、今日は、丸三商店の、ソフビ怪獣担当であり、ブルーマークの社長、石月三郎さんにお越しいただきました。どうも、石月さん、こんにちは。よろしくお願いします。まず今日第1回目なんですけども、やはりソフビマニアの方にはですね、気になるところと思うんですけど、やっぱり最初のソフビ、はい、ウルトラ Q のがまず一番最初ですよね。一番最初ですね、ウルトラ Q のね、はい。最初のウルトラ Q の怪獣は何種類だったんでしょうか。最初は6種類ですね。6種類、はい、6種類です。ということは、ゴメス、ゴメス、ゴロウ、ガラモン、ペギラ、あとはカネゴンからパゴス、それ6種類ですね。ほう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 、はい、で今のおっしゃった6種類の中のですね、4種類、はい、ゴメス、ゴロウ、ガラモン、ペギラ、はい、この4つは濃紺の成形色で、いわゆる一番最初、一期というものですね、はいはい、濃紺にこうくるみ塗装といいますか、ありましたよね、はい。で特にそのゴメスですとか、ガラモンは最初は元型成形ということで、うん、尻尾が稼働したっていうことですよね。はい、そうですね。そうですね。で、でこの4種類のブルーの成形色にくるんだのと、あとパゴスはもともと茶色の成形、茶色ですね、茶色成形ですね。そうですね。でカネゴンはちょっと明るいブルー系ですかね。その辺私もね、もうはっきりは覚えてないんです。 むしろマニアの方も詳しいんじゃないかと思うんですけどね、はい、材料でその成形色を出せなかったんです、量的にね、はい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 、私の考えでは全部一緒の色でやったのかなと実は思ってたんですが、はあはあ、ってことは、はい、実は最初は4種類とかないですか。あ、もう6種類作って全部6種類、まあ、もう6種類間違いない、え、はあはあ、ということはワンカートンが当時36個入りだったのね、はい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 、まあずっとランジ36個入り、はあはあ、36個で6ずつ6種類で、はい、ちょうどいいんじゃないのって言って、まあ、要するに一シリーズを6種類という考え方で、ほうほうほう、まあ、要するに1ダース換算で取り組んでいたということでね、はい、それでやってましたんで、はい、一番最初やっぱりね、数が600個かな、うん、ですから要するにワンロット分の材料の、はい、ですよね、できなかったのね、はいはいはい、それで全部同じ色で成形をして、はい、それで塗装でカバーしたということなんですよ。でナムコンもね、本当はラインナップ入れたかったんですけど、はい、製法の都合でね、はい、どうしてもやっぱりできなかったんで、あれは目のところの金型ですね、そうです、抜けなかったっていう、ね、はい、目だけがスラッシュではないです、そうですね、金型別型でやったんで、はい、ですからそんなことで6種類とりあえずスタートして、はい、ということですね。なるほど、はい。最初のウルトラ Q の商品のですね、ヘッダーなんですけども、はい、最初のですね、一機のものもこのウルトラマンの絵が入ったヘッダーだったんでしょうか。これもまた非常に難しい宿題ですねやはりこれ最初からだと思いますけどね、はあはあ、はい、というのはですね、多分僕も最初から一機のウルトラ Q の商品もウルトラマンの絵の入ったヘッダーだったと思うんですね。もうすでに41年の7月には日音さんの方で、もう一緒にウルトラ Q の、まあ、ウルトラマンも、ね、まーちゃんも予告が入ってましたね、やってっていう話だったので、当然これ発売が大体41年の春ぐらい、ね、そう、春ですからね、もう発表された後ですよね、ウルトラマンはね、はいはいはい、だからこの中に入っていてもおかしくはない、ね、それでまたウルトラマンを入れた方が、はい、先のことを考えるとね、はいはいはい、いいんじゃないかという思惑もあったと思うんですね、はあはあはあ、当時今丸三商店でこの石月さんたちがですね、このウルトラ Q を商品化しようということにどのようにいきさつで
ウルトラ Q を商品化、ね、これはね、はい、まああのその3年くらい前に遡るんですけど、はい、マルダンで要するにあの怪獣としては初めてのプラモデルで、はい、当時308円で出したんですね、はいはい、で、まあ、ゴジラってあの非常にあの当時から人気があって、はい、まあ、話題になってましたね、はい、でゴジラをプラモデルで発売したところ大変な勢いで売れたんですね、はい、でその勢いに乗って、はい、じゃあということでキングダムのゴジラはその翌年、はい、39年に出したんですけれども、はい、同じ年じゃなりますね、いやプラモデルとあのちょっと遅れたはずです。あ、金属の方が後ですか。金属の方が、はあ、あの確かプラモデル38年でプラモデル39年ですか。39年ですかね。38年と私覚えてる、まあ、ちょっと後で、はいはい、これが大変なんですけど、はいはい、まあ、順番で言えば、プラモデルが最初で、はい、ということはあの金属の方のゴジラは、はい、前からかなりいろいろと企画面で進んではいたんですけど、はいはいはい、何しろあのギミックがね、はい、何しろ目が光り口から煙を出し、はい、音を出して、はい、のっしのしたという非常に欲張ったギミックだったので、はい、それで時間がかかってしまったということで、はい、で確かね、いや1年ほどは食わないんですけども、38年と39年ってちょうど1年となるんですけど、はい、おそらく三月が打つだろうと思いますけどもね、はははは、それで、まあ、非常にあのゴジラが人気あったものですから、はい、当時あのウルトラ Q の、 その制作発表っていうか円谷さんでやりますよみたいな情報を得た時に、はい、あの他社さんの場合は怪獣となるとちょっとこう引いたのかもしれませんけど、はははは、丸さんの場合はね、はい、そういったゴジラでの実績があったんで、はい、非常に我々も、あ、これは売れるんじゃないかと、まあ、社長はじめみんなね、はいはいはい、まあ、あのゴジラで の、 その人気があったん で、はい、で間に合わない間に合わないということでだいぶ苦労してましたんで、ね、はいはいはい、それでこれは売れるだろうということで、はい、それでとにかく嫌をなくとにかくスタンバイしたというのが現実のはずですね、はい、最終的には少年マガジンの年末の11月か10月だったかね、わかりません、昭和40年ってことですかね、昭和40年、その前の年の、はい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 、その少年マガジンの表紙に出たのがやっぱりかなりインパクトが強かった、はい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 、そのもう半年くらい前からまあいろいろと情報がね、はいはいはい、流れていたようなんですけれども、はい、そのからのペギラ、ガラモン、なんだろう、3点だったんですね、確か、はい、これが非常にインパクト強かったんですね、はいはいはい、ですからその辺のところでこれは間違いなく防衛もされるだろうし、はい、人気も出るでしょうという判断ですよね、はい、はあはあ、それで思い切ってスタートさせたということだったと思います、はいはい、なるほど、はい、最初まず問屋さんに持ってったわけですかね。そう、見本ができたのは何月でしょうかね、はい、3月なのか2月なのか、はいはい、まだそんなにあったかくない頃だと思いますけど、ね、はい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 、はい、そう、あの元型から成形をして、はいはい、で、彩色用見本を作って、はい、その一番最初の問屋さんに対するサンプルって何個ぐらい作ったか覚えてらっしゃいますか。あのね、やっぱりあの1種類あたり6個くらいと作ったと思う。6個ぐらい、で色を何色かね、はいはいはい、塗ってるはずなんですよ、はいはいはい、1種類で1色の彩色ではなくて1種類で4か5個、はい、確か毎回塗って、はいはい、でその中からあこれおもちゃとして怪獣としてというよりもおもちゃとして売れるのかなみたいな、あるいはあのキャラクターのあれは生かさなきゃいけないと、はい、両方あって、はい、それで何種類かずつ作ってその中から選んだやつをお持ちしたと思うんですね、はいはいはい、当時ですとその問屋さんって何軒ぐらい。そうね、私ずっと蔵前を中心にずっと担当してたのは、はい、都内だけで70軒くらい、ね、70軒あったんですか、はい、大小合わせて、はいはいはい、はい、ああそうです、大体蔵前だけでも20軒くらいあった、はあはあはあ、ずっと地方回ってた、はい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 、ね、デパート関係のみたいなのとか、はいはいはい、大体70件から75件やってましたね。ソフビ怪獣最初の問屋さんの反応っていうのはあまりよろしくなかった。そうですね、まあ、 あまりどころか何か拒絶反応がひどくて、はい、注文くださったのは本当にわずか6社くらいでね、はい、当時は朝ですね、よく8時くらいからずっと回り出して、はいはい、それで1時間か2時間かでもとにかくずっと待って、で午後からまた遠い離れたところで回ると、はい、いうことで大体1日か2日くらいで回るようにしていたんですけどもね、はい、でそれでやっぱりそれだけしかご注文いただけなくて、はい、まあしょんぼりと帰ってきてやってから各600個の、
ソフト怪獣一番最初のラインナップが発売されたんですけども、その後のリアクションといいますか、発売した時にはね、まあ例えば注文いただいて、まあどのくらい経ってからでしょうかね、やっぱり1ヶ月近く経ったんだと思いますけど、ね、おうおう、まあ、納品しますよね、はい、納品した時にはまあその蔵前中心だったんですけど、蔵前というのは毎日小売店さんが仕入れに来てるわけですね、はい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 、で僕らも営業に行った時に蔵前に来ている小売店さんと、まあ長いこと言ってると知り合いになったりなんかして、たまたま顔を合わせるとね、最近の利益状況なんかよく話してくれるんですけど、まあね、小売店さんの勉強されていた小売店さんはね、やっぱり怪獣のことをよく分かってましてね、はい、売れると思うんだけどなぁなっていうことを言ってる人も中にいたんですね、はいはい、で、まあ変な話、問屋さんの方はちょっと落差があって、実際のところ末端の消費者の気持ちを掴んでなかったというのか、よく分からなかったという情報が今と違ってね、非常に情報はなかったんですから、はい、それで、まあ品物を例えば今日発売したとしますよね、で大体品物っていうのは、まあなるべく新製品の場合は朝、はい、一番で入れてもらうか、前の日に納品してもらったら、そう翌朝一番から配達をするんですけども、何しろ数が少ないですからね、パパッと終わってしまうんですけど、まあ、午前中に配達終わって、まあ一応そのやれやれと、これで売れるのか売れないのかはっきりするなということで言ったところが、午後になったらもう納品してからはどうでしょう、3時間くらいですかね、ほう、即反応が来たんですよ、はあ、ということは納めました、今度新鮮にこんなのできたんですけどって言うんで、多分小売店さんが見えた時に、はい、説明したんでしょう、はいはい、でそれで小売店さんは分かってる小売店さんがいらっしゃって、はいはい、それですぐオーダーをくれた、あ、追加って言いますか、はい、そうすると例えば1カット36個入りを注文してくださったお客さんにしてみると、はい、もうそれもすぐ足りないわけですよね、はいはいはい、一軒の小売店なんで、はいはい、まあ度胸のいい小売店さんは割り方まとめて買いますからね、はいはい、これいけるとなったら、はい、そんなことですぐもうお昼終わって間もなく電話で、はい、あれまだありますかって注文があったんです、はい、これが追加第1号で本当に配達してから3時間くらいかかったみたいな、お、非常に早かったんですよ、はいはいはい、それであこれなら売れるんじゃないのということで、はい、それから慌てて作業型を作ったという感じですね、はい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 。